畜産の為国です。それでは引き続き畜産にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。改めて自己紹介をお願いします。 PR 株式会社企画の畜と申します。テレビ番組を作りながらこの PR 会社経営している人間でございまして、主にテレビ露出にお困りの企業様のお手伝いをしている人間でございます。前回はテレビ露出をするためであったりとか PR をするためにどんなことをしたらいいかだったりとか、どんなお手伝いができるかっていうお話をしていただいたと思うんですけども、はい、実際制作会社として番組を作ったりとかされてらっしゃるんですよね。もしております。実際企業さんにご依頼いただいた場合ってどんな番組を作るんですか？課題感を逆算して作るっていうのを弊社ではやっておりますと。前例で言うとめちゃめちゃ有名な家電を作ってるような会社っていうところで言うと、従業員の方が10万人超えるような会社っていう風になってくると、どういう部署があってどういう上司がいてっていうのが全く社内でもわからない状態、これは社内 PR っていうイメージなんですけれども、それを紹介するような番組を作って差し上げて、それを社内でしか見れないサイトで YouTube みたいな形にして構築してご覧いただけるような番組を作っているというのが過去にはありますね。今は社内向けの PR 動画をメインに制作されてらっしゃる。おっしゃる通りです。社内的な PR 動画作れますみたいな会社って世の中に何百何千ってあると思うんですけど、畜産にお願いするとどんなクオリティのものが出来上がるんですか？弊社特徴といたしましては、テレビクオリティのものを作って差し上げることができますと。これも前例があるんですけども、大きな会社さんの部長クラス以上を密着するような番組を作ってほしいっていう依頼がありました。というふうになった時に、何々部の何々さんを密着するような動画撮っても誰も見てくれませんというところで提案したのが、情熱大陸風に撮ってみてはどうかみたいなことを提案したところを通りまして作りましたと。この特徴といたしましては、実際に今情熱大陸に関わっているスタッフ、もしくは過去に関わっていたスタッフでチームを構成したので、仕上がりはまんま。情熱大陸の動画ってめちゃめちゃ作るの大変そうなイメージ。大変なので現役の方に任せたっていうイメージです。あー、なるほど。情熱大陸レベルの動画だとめちゃくちゃ費用かかるんじゃないかなっていうイメージがあるんですけど、そうおっしゃる方多いんですけど、いわゆる100万みたいなではなくて、100万ちょっとぐらい、120万ぐらいでできるんです。はい、見ていただければやらせていただきます。それで大体動画の尺どれぐらいですか？15分から20分ぐらいですね。それを作って会社内で公開することによってどんな効果が得られるというか、会社にメリットってあるんですか？いわゆる社内統制という意味で志が一人になりますっていうところと、あとコミュニケーションが結構生まれたりしますね。この前部長見ましたよ、食堂で会話が始まって、はいはい、恥ずかしいからやめてくれよみたいな、はいはい、そういった意味でも、まあ、二次的三次的にもいろんな効果が派生するようなサービスになりますね。他にはどんな動画を作られたりとかってしてますか？就職希望者向けに会社の紹介動画を作ったりですとか、それもうちの会社ってすごいですよっていう VTR 作るよりは、ちょっとテレビ番組パクってみたりとか、はい、まあ、パロディですよね、はい、した方が見てくれるので、そういった意味でも別の会社とは違うテイストの番組というか動画を作れるんじゃないかなっていうふうに思ってます。インターン生を集めた時、新卒を集めた時に見せる動画が畜産にお願いしたら、他の会社とはクオリティが全然違うものが出せますっていうイメージであってます。おっしゃる通りですね。なるほど。じゃあ今社内向けの話をしていただいたと思うんですけど、はい、社外向けに動画を作る時ってどんな風に作って、どんな形で PR するような形になりますか？これも結論、課題から逆算するっていう風なやり方でやっておりますと。例えば物を売りたいんだったら、そこから逆算してどう見せたら PR になるのか、それに加えて弊社の方では面白くなきゃ見てくれないよねっていうのが前提としてあります。そうですね、バラエティ番組手伝ったことあるんで、その経験からどうしたら面白くなるのかっていうところは他にはないというか、優位性の部分かなっていうふうには思います。基本は制作会社になるんで動画は作るところまでかなと思うんですが、作った後ってどういう風に利用されてる企業さんが多いんですか？企業様で一番多いのは自社でベンダーさんとか抱えられてると思うので、動画を蓄積していくようなイメージ、 YouTube ですよね、はい、みたいなウェブを作ってそこに溜め込むイメージです、うん、どん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 溜まっていくと、例えばゴルフって調べるとゴルフ好きの社員さんが出てきたりとか、はい、いわゆる辞書的な役割を担っていると、そういうやり方をされている企業様が一番多いです。なるほど、はい、テレビクオリティの動画を制作したいという企業様に関しては、為国氏名で畜産をつないでくださいとコメントいただければグループを作りますので、概要欄からご連絡いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。